東京スカイツリーを望む街角。終電も終わった真夜中になっても、高校と明かりが灯る場所がありました。ここは24時間営業の食堂。お店に入るとたくさんのお客さんが。和洋中手作りのおかずがいっぱい。およそ60品もあります。肉豆腐は300円、酢豚は350円とお手頃な値段。食べたい小皿を選んでの夕食です。午前1時。こんな夜遅くに一人で食事をとる男性がいました。訳を聞いてみましょう。あなたはなぜここに？自宅がすぐそこだから、帰って仕事から終わって帰ってきて一杯ハンドバッグ作ってる職人なんで。ハンドバッグ職人の高橋さん、職場もこの近くだそう。で、すぐそこ、浅草のあそこら辺は靴屋さん多いのよ、すごく。だから、まあ、靴屋さんの材料屋さんとか革屋さんがあるから、そこでやった方が近所で材料揃うから。ここから自転車で20分ほどの場所に高橋さんの工房があります。お盆の休み明けで注文がたまり、連日夜遅くまで作業をしていました。一人暮らしの高橋さん、真夜中の夕食メニューはナスの煮浸しや春雨の炒め物など。仕事終わり、こういう時間ってそのご自身にとってどういう、もう息抜きだよね。生きがいっていうか楽しみ、楽しみ。そう。一方、午前0時40分、仲の良さそうなカップルを発見。聞いてみましょう。あなたはなぜここに？近所に住んでて、で以前お昼にここに来た時にご飯がすごい美味しくって、だし巻きは今日私がめっちゃ食べたくておすすめです。失礼ですが、お二人のご関係っていうのは？明日プロポーズするんです。実はそれ今ここで前話ししたんですか？それあの知ってるんですよ。あ、そうなんですか。はい。宮崎さんと雲野さんは同じ会社に勤める交際4ヶ月のカップル。2人は翌日旅行に行く予定で、宮崎さん、そこでプロポーズするつもりです。結婚に必要なアイテムがあるじゃないですか。それはもう買ってて、もう渡してはいるんですよ。プロポーズってこれじゃないですか。それをやらなきゃいけないっていうのが僕の中でやっぱあるわけで、まあ今日返してもらって明日プロポーズさせてくださいっていうので、前祝いに店をはしごし、3軒目に馴染みのこの食堂に。最後ここに来て、じゃあお家帰ろうかっていう感じなので、それが締めですね。締めです。締めでしたね。同じ頃、別のテーブルには外国人観光客のグループが。アメリカの西海岸から来たそうです。日本に到着したものの、台風で飛行機が遅れたため、深夜にお腹が空いてこのお店にたどり着いたそう。来日して初めて食べる日本食です。お味は？午前1時半、まだまだ元気な2人組。あなたはなぜここに？サウナ帰ってますか？仕事しててサウナ行こうってなって、この時間になりました。サウナ終わりのお食事っていうのは最高です。サウナでリフレッシュした後にご飯を食べる、いわゆるサ飯です。二人はウェブ広告の会社に勤める先輩と後輩。実はこの日、二
2人ともお盆休みを自ら返上。夜遅くまで仕事をしていたんだとか。成長したいです、将来活躍できるように。頑張れるのは今しかないなっていう。サウナでこうリセットっていうんですか。そうですね、リセットにもなるし頑張ろうっていう。モチベーションにはなりますね、まあ、リラックスした上で、よし頑張ろうみたいな。サメシでリフレッシュ、夜が明ければまた仕事です。午前2時、話し込む男女の3人組が。あなたはなぜここに。いつも行ってるお店が閉まって飲み足りなければここです。え、近くにお住まいってことですか。そうですね、はい、でも週 1?2 ぐらいですね。嫌なことを面白く話す回ですね。3人は半年前に飲み屋さんで知り合った仲。 IT、食品、小売と別々の業界で働いています。実はそこがいいんだとか。まあ、大変だよねみたいな共感はしてもらえるので、うん、同じ業者だとそれは違うよって言われるのが大変。そういうのはないです。その考えはちょっ と, とか確かに聞いてもらって大変だって言って、夜の食堂でたまった思いを吐き出して、また朝になれば頑張ります。同じ頃、カウンターにポツンと若い男性が。聞いてみましょう。あなたはなぜここに。まあ、夜の仕事なんで、終わった後とかによく食べますね。夜の仕事って、お客さんが差し支えなくてどういう時間をしてるの。あーみたいな感じですか。昼間はカフェ、夜はバーで午前2時まで掛け持ちでアルバイト。働き詰めの最後にがっつり系のメニューで空腹を満たすのが日課だそう。こういったご飯でちょっと気持ちを和らげてます。気持ちを和らげるっていうのは何かあったんですか。もともとなんか引きこもっちゃってて、引きこもりっていうか、まあなんか仕事好きだったんですけど、なんか1年ちょっとぐらいずっと家にいて。以前の仕事でやりがいを見出せず家に引きこもっていました。でも1年が過ぎて思うことがありました。まあ、変わらないかなと思って、社会復帰じゃないですけど、ちょっと外に出ないとなっていう。まあ、今の職場は本当すごく恵まれてて働きやすいって感じです。じゃあ、ご自身で何場所っていうのは、そのどういう場所。本当なんかちっちゃな癒しとご褒美なんですね。真夜中の下町の食堂では温かい食事がさまざまな人たちの心を満たしていました。明日もいい日でありますように。